鮮やかな緑色に浮かぶ真っ白なアイスと真っ赤なさくらんぼが懐かしいクリームソーダ。ミルクセーキは子供の頃は特別な飲み物だったと懐かしむ人も多いでしょう。どっかに出かけた時とか家族で行った時とかに、飲めるっていうのがなんか楽しみでしたね。昔の楽しい思い出が蘇るメニューの数々。札幌市内の百貨店で今日から始まったイベントです。大正昭和時代のグルメや雑貨が全国から大集合。東京渋谷の喫茶店からはコーヒーと手作りプリンのセット。看板メニューのプリンは外側を昔ながらの固めの食感に、一方で中はトロトロになるよう現代風にアレンジしています。そのお味は？外側は弾力があります。でも中は滑らかで口の中でとろけていきます。当時を知らない若い人たちから大好評。その訳は？平成生まれなんですけど、なんか過去にタイムスリップしたような感じの雰囲気が味わえるのが、今の時代にはない感じがすごく好きですね。最近のカフェって全部似た感じだから目新しいな。昭和の懐かしさも令和では新鮮。レトロな文化が幅広い世代に注目される理由です。京都の日本料理店からは揚げたての串カツ。実はカツも大正時代に生まれた料理です。その厚さなんと5センチ。外はサクサク、中はもちもち。文豪夏目漱石が愛したシュガートーストです。その他、温かみあるデザインのグラスに着物と革で作られたハンドバッグなど生活雑貨も取り揃えています。新しくも感じていただけたり、懐かしく感じていただけたり、同じものでもそれぞれ感じ方が違うと思いますので、何か新鮮な気分で回っていただいて、リフレッシュしていただけたらいいと思います。当時を振り返ったり、目新しさを感じたり、タイムスリップしたかのようなこのイベントは大丸札幌店で今月27日まで開催されています。